中山香織です。この動画ではフルールカップの3連複予想をお届けいたします。まず本命に選んだのが5番のジャイブトークです。前走のリリーカップでは優勝馬には 0.3 秒3着差をつけられたものの、3着馬には6馬身差をつけたレース内容を評価しました。今回のメンバーもすでに前走で負かしている馬が3頭参戦している点からも馬券圏内を外さないと判断して本命に選びました。今回は5番のジャイブトークから3番トレビナ、7番ミルビニキスミ、8番ゼロアワー、9番スティールブライト、以上の4頭に流した3連複6点で勝負したいと思います。